ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧？己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様は広樹であるな。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我ら全て心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。償いの術などない、それは承知しておる。されど再び愛子のもとへ戻らねばならん。一人にはしておけ。あの女は苦しむ。貴様もじゃ。失せろ、クズが。
ならば参れ。お主の技を見せてみよ。遅すぎる。死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。黄泉に舞い戻るのでなくば。黄泉はまやかしを見せておる。物が目に手をはならぬ。我らには終わりなどない、ものの不要。切らねばならぬものを全て切るだけのこと。命乞いするなら今のうちに。
ターの印じゃ。時とは揺られる足なり。拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。
先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない。この鬼め、ここでは皆お前の鬼だ。小僧、できぬ。お前のしくじりを改めることもできぬ。
黄泉に送られた者すべてが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。口開けろ。愛子に会うのじゃ。会わねばならぬ。こっちだ。死ぬのではないのです。向けて見せようぞ。
先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。
アイコは、アイコはどこだ。先生、お許しくださいませ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数え切れる者の命を奪い続けるであろう。陽炎は拙者より全てを奪った。我が家、妻、恩人、拙者が望むは奴の死のみ。仇討ちで思いは満たせど、我らの志す道ではない。愛子も帰っては来ぬ。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。